野中愛は、日本の女性声優、歌手。本名同じ。福岡県福岡市沢楽出身。青にプロダクション所属。愛称は、アイポン、アイちゃん、アイアイ。2017年8月25日、自身が出演する YouTube のネット番組、野中愛ラリルレ、エブリバディ。にて公開された動画内で、同年8月21日に入籍したことを、 発表した。オフィシャルブログでも報告している。2019年1月5日、自身のブログで第一子を出産したことを発表した。2020年12月16日、新型コロナウイルスへの感染を所属事務所が公表。イベント出演のために実施された新型コロナウイルスに関する PCR 検査の結果、陽性であることが15日の夜に発覚。 本人も、その日中に軽い倦怠感を覚えて、自宅待機をしていたという。現在は、倦怠感もなく、発熱や咳の症状はないとのこと。24日、全開したことを、所属事務所が発表。2021年6月8日、第二子妊娠を報告。小学校高学年の頃、アニメ、悠々白書のファンだったことがきっかけで声優に興味を持った。 登場人物ではクラマが好きで、声を担当していた、小型絵美に憧れていた。声優になるために必要ということで、演劇部に入り、バレエを習った経験もある。その後、演劇そのものが好きになり、高校を卒業する頃には、宝塚歌劇団の男役を目指していたが、身長不足で断念した。将来について考えていた時 声優になりたいという小学生時代の夢を思い出し、青二塾に入った。弟が一人いる。名前の由来は、母の名の頭文字、あと、父の名の頭文字、いをつなげたもの。もともと和字を愛にしたかったものの、同じ団地に愛という名の子がいたため、漢字を変えたという。演じた役で、お気に入りの役柄は、宇宙のステルビアの片瀬島であると語っている。 自分にとって夢中のタイプであるというのが理由である。自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、野中愛ラリルレ、日曜日。などで、歌はあまりうまくないと自称しているものの、2005年からは歌手としても活動している。逆に、それを活かして、オンチという設定のキャラクターの持ち歌を担当したこともある。プロモーションビデオでは、複数の衣装を着ることが多く、 サードアルバムの涙の奇跡の初回版に封入されているアマノジャクでは初めての断層を披露したりメガネをかけた女性役を演じたりした。サインには基本的に愛をアルファベット表記した AI の崩し字とその時同期の役名を書く。またイメージカラーはドロップスの活動を通して定着した緑である。苦手な食べ物はチーズ。 青二塾東京校卒業。事務所青二プロダクション。レコードレーベルは、スター・チャイルドに所属している。福岡県出身であり、博多弁で話すことができる。魔法先生ネギマ。シリーズのこの絵この火薬では、独特の郷土弁を野中弁と自称している。なお、ボイスニュータイプナンバー007にて発表された32人の中で一番気に入った声優は誰ですか では、第2位となった。2005年に放送されたパニポニダッシュ。おかわきりに、近年はシャフトが制作する新抱秋雪の監督作品にレギュラー出演することが多い。役柄も同作品のキャラクター、一条さんのような不思議系やオチを担当するようなものとなる傾向がある。また、それらの作品のほとんどで、野中が所属するスター・チャイルドが制作に参加している。 プロレス好きで全日本プロレスの観戦に行っている。クイズマジックアカデミーは、二つの時空席でセラ役を演じる以前よりプレイしており、パスカードを持っている。セラを初めて見た感想について、不思議ちゃんとはいかないまでも、ちょっと気になるところがある子だなぁと感じたという。同作の演技についても自身がプレイしていたこともあり、それが参考になったと語っている。野中愛良リルレ。 サタデーナイト400回記念として神戸マラソン2012でフルマラソンに初挑戦し5時間37分2秒で完走した翌年の神戸マラソン2013にも引き続き出場し前年を上回る5時間10分28秒で完走したふとじはメインキャラクターはインターネット配信2007年1月と2008年4月には 東京と大阪で単独ライブを行った。ありがとうございます。